何屋の体の分野は、クレアーカーの最初に取り入れます。では、本日のお呼び出しは、なじみを早く仕事のご用意。今取れている作品の量は、昨日までで4貫目袋が4日。4、5日しますと、筒になるから。あさって、紙と小脳を乗せて船が出る。締めて20貫にして、なじみに間に合わせる。終わりました。これでまた5万両が売れてで泡でございます。浮かれていてはいかんの。何か不都合なことでも細谷の知事が薄々感づいてきたような。お嬢たちも。それではまさかあの浪人者が。その浪人者がどうした。昨日番頭の貸し地が、この岩屋のからくりを見破られて、地獄谷に連れ込みました。逃げ出そうと暴れ出した人足どもを、その浪人が抑えました。もとより、心を許さず、それは光らせております。とにかく、用心するにもしたことない。ええな。大事な時だから。
村東方神からの下りでございます。近く砂金も運び出す気配ということだ。では、ご存じこの気を逃さず証拠の砂金を押さえるとすぐに手はずを務めずにわしも出るつもりだ。兄弟が鍵つけてきたと。山から砂金を下ろすところを取り押さえようという魂胆らしい。その手はずは出来上がったようだ。え？ご家老の息のかかった者がご兄弟の屋敷に入り込んでいるんだよ。こちらも遅くなって先を飲み込んでいたようです。早朝島上げるところだったね。ほっとけ。欲しいんですか？私もあの浪人者だと見てるんですが、こうな人に今下手に続くとこっちのからくりが水の泡だ。からくり？船積みを一日遅らしてその前に状態を消す。八七、そんなところで何をしてるの？